真珠演奏モード実行。演奏完了。疲れた。やっと錦糸町に着いたよ。ナナシ、今日はもう休もう。私も自分の部屋に戻るね。おやすみ、ナナシ。起きろ。ん？起きた？親父が臨時のビデオ会議があるって。早くハンター紹介に行こう。連れてきたよ。マスターと呼べって何度言えばわかる。たくなってねえな。おい、ナナシ、しつこいようだが、くれぐれも朝日を頼むぞ。親父しつこい。ほら、もうビデオ会議が始まんぞ。諸君おはよう、藤原だ。時間が惜しい。早速だが、ざっと現状を説明しよう。今、東京はルシファーとメルカバー、そして他神連合との三つどもえ状態にある。どの勢力も睨み合ったまま、攻めあぐねているという状況だ。だが、いつまでもこのままというわけにはいかない。我々商会としても、一刻も早く、他神連合からフリンを奪還したいところだ。故に我々は、この状況を打開すべく、天使悪魔を交えた三種族会談を行う。何が始まるってんだ。あ、イザボ姉さんだ。あんな場所でも凛としてかっこいいな。先に断っておくが、僕らは今暫定的な人間代表としてここにいる。これはアシュラ会とガイア教団が壊滅状態で会談に参加できる状況でないためだ。もちろんここで決めたことについては僕ら人外ハンター商会が責任を負う。そろそろ本題に入っていいか。前工場が長くて退屈になってきたぜ。いや、まだだよ。悪魔王とやら彼らはまだ僕や君について説明しないといけない。違うかい？君たちについてはこちらのイザボー君から説明してもらう。私はイザボー。フリンと共に東京に来た侍です。そこに座っている二人もかつて私たちの同胞だったもの。そちらがワルター、
こっちはヨナタン。二人は自ら殉教し、その身を捧げることでルシファー、メルカバーとなりました。フリンは俺らの希望の星なのに、そのお仲間は悪魔と天使の総大将かよ。自ら悪魔や天使になったって、やっぱ上の世界にいる人たちって。紹介はそれくらいでいいぜイザボー。俺もこいつも昔とは違う。まあそうだね、僕らはもう人間ではない。私は神の戦士、大天使メルカバ。無駄な腹の探り合いはいらん。悪魔を、何時の要求を述べる。居心地の悪い階段だな。まったくだ。そうせくなよ、神の戦車。我は悪魔王ルシファー。まずは我が呼びかけに応じ、お集まりいただけたことを感謝しよう。親愛なる人間諸君ならびに、我が表裏一体にして宿敵、メルカバーよ。貴様の要求通り端的に要点を述べよう。我が要求はただ一つ。停戦だ。停戦？停戦？今、停戦って言ったよな。悪魔と天使が停戦？そんなの、ありえるのかよ。それって、今はそれぐらい事態が切迫してるってこと？他心連合を打つためだ。復活したクリシナの還元によって、他心連合へ人間や神々が集結しだしている。これは我らにとって決して喜ばしいことではない。確かに他人連合の存在が我らにとっても感化はできぬ。よろしく、停戦を受け入れてやろう。ただし我らの他人連合を討伐に協力してもらおう。私は東の帝国から東京に侍衆の精鋭、我らがシモラのもとに選ばれし、光の戦士たちを派遣しよう。ならば、我は東京のために動いてもらうことにしよう。ちょっと待て。なぜ俺たちが、お前らのために動かなきゃいけない？諸君が人間を進化させてきたのは我だ。東京の民が我に従うのは当然だ。人間を散々苦しめておいてよくおっしゃる。僕らはフリンを救うため独自に動く。君たちは君たちで他心連合を叩けばいい。我らが人間の手を用いるのは、神や悪魔を殺せるのは人間だけだから。何？神や悪魔が間に合ったとて勝敗は決す。互いに封印し合うのが関の山だ。我々だけでは永遠に殺し合いを繰り返すことになる。汚れた異端者である東京の諸君ならば、あらゆる神を受け入れ同時に殺せもする。あらゆる神や悪魔を殺すことができる人間、それを我ら神殺しと呼ぶ。そのために我はこれまで人間に知識と知恵を与えてきた。己は欲望に生き、やがては神をも殺す。ああ、我はそんな人間を愛している。我が主は
それをお嘆きになった。言うに都度人間を滅ぼし作り直されたのだ。己を秩序で律し信仰を誤るな。私はそんな人間を求めている。人間を自分たちに都合の悪い神や悪魔を殺させるために使うと？多神連合を連れ去ったフリンを自らの神殺しとして用いるだろう。東京の民たちがフリンを奪還するの。多神連合の道具にしてはならない。奪還ができぬなら殺す。どうせいずれは殺すことになるのだ。そうはさせんぞ。希望の星であるフリンをお前らになど渡せるか。僕らは必ずフリンを救出する。そして神や悪魔の好きにもさせはしない。その意気だしょ。フリンが多神連合の神殺しとして覚醒するまでは当面の利害は一致する。東京の民はフリン救出のために動く。目標としてはそれでよい。だがそのためにもまずは大蛇死刑者を撃つ必要がある。あれをのさばらせたままでは我らは共に多大な損害を被るだ。私が派遣する侍衆は東京へ到着し次第死刑者を撃つ。家来諸君はせいぜい罪をあがらうつもりで彼らを支えたまえ。待て、俺たちお前らに協力するとは。くさ、人間をもてあそびやがって。これにて三種族会談の中継を終了する。依頼は別途送らせてもらう。各自追って確認してくれ。おのおのの健闘を祈る。なんか後半言っていることがほとんど分かんなかった気がする。ナナシは分かった？分からなかったの私だけ？まあすぐにクエストが来るんでしょ。それだけ分かっていれば十分だよ。後で人外ハンターメモ確認しておこう。小僧、ルシファー、メルカバ、多神連合はフリンという神殺しを奪い合っている。だが俺にはお前がいる。小僧、俺の神殺しよ。このまま人間と共に多神連合と戦うのだ。俺に従い全ての神を打ち滅ぼせ。もうクエストが届いたみたい。ちょっと確認してみようか。天羽ね、なんて読むんだろうこれ。まあ要はすごい剣ってことだよね。もう一つのは材料を集めるクエストか。なぜか依頼元がアシュラ会になっているけど、どっちを先に受けようか。うん、わかった。そっちのクエストだね。頑張ってクエストを達成しよう。目的の剣は妖精の森にあるみたい。ってことはのぞみさんと会えるかも。今から楽しみだな。お互い生きてまた会おう。ここは錦糸町ターミナルです。
転送モード実行。転送完了。こんなこと。ナナシ、のぞみさんがいたよ。のぞみさん、大丈夫ですか？怪我とかしてませんか？ええ、私は大丈夫。怪我はしてないわ。のぞみさん、これは一体。ないの。私、写真を撮りに行ってて、戻ってきたら森がこんなことに。私、妖精たちを守れなかったの。妖精の森を襲撃したのは多神連合だな。奴らも俺たちと同じ情報を得たのだろう。人間が雨の幅切りの剣を手にしないよう強硬策に打って出たというわけだ。雨の幅切り、多分エクスカリバーのことね。そう、多神連合はあれを狙って。大丈夫、妖精の女王である私がこんなところで休んでなんていられないわ。君、申し訳ないけど同行させてちょうだい。新連合は先に進んでしまったようね。のぞみー！ナファイア！無事だったのね。よかったわ。突然、多神連合ってのが攻めてきたのよ。私たちは何もしていないのに。他の子たちは？そこにいる子以外はみんなチリチリになっちゃったのよさ。私は逃げ遅れてる妖精を保護して回るわ。君たちは森を襲撃した奴らの方をお願い。奴らの目的がエクスカリバーだとしたら、この先の北池の丘へ向かっているはず。エクスカリバー、元い雨の幅切りの剣は北池の丘にある池の中に沈んでいるわ。なあ、こんなことを言うのもなんなのだが、今さら向かっても手遅れではないのか？大丈夫、エク
クスカリバーのところまでそう簡単にはたどり着けないのよさ。エクスカリバーが沈んでる池へ行くには迷路園を抜ける必要があるの。正しい道順で進まないと迷路園は抜けられない。でもそれってもしかして私たちも抜けられないんじゃ。中央の門を抜けた先の広場にある宝箱に抜け方の書かれた巻物が入っているわ。それを見てくれれば迷路園を抜けられるはずよ。私も森に取り残された妖精を救助したらすぐに追いかけるわ。君、それまでお願いね。ナナシ、私たちも行こう。多神連合の奴ら絶対に許せないよ。お前ら起きよ。のぞみさんが言ってたのってそれのことだよね。これが迷路の抜け方？どういう意味なんだろう。一応いつでも確認できるよう貴重品に入れておくね。呼ばれて飛び出た。
呼ばれて飛び出た。ね、迷路抜けられたみたいだね。雨の幅、噛んじゃった。とにかく目的の剣は近いよ。小僧、気を引き締めろ。すでに敵側もたどり着いている蓋然性が高い。目的のものを入手するためには敵との戦闘は避けられんと。話の役に立てたかな。